私がお伝えしますのコーナー、今日は子宮頸がんについてお伝えします。2019年の宮崎県の子宮頸がんの罹患率は全国ワーストでした。日本では子宮頸がんで毎年およそ2900人が亡くなっています。宮崎市ではワクチンの接種を推進していますが、接種は依然として進まない状況で、11月には大学での集団接種を行うことになりました。 宮崎市が今年6月から公立の中学校27校を対象に開いている手前講座、医師が中学生に語りかけます。一日ですね、約10人の人が子宮頚がんで亡くなってて、20代、ね、そういう女性で子宮を取らんといかん、癌が,ができて命のために取らんといかんという人がもう年間1000人います。 20代からもう癌の人がいますだから君たちに劣ってもあと10年あるかないかぐらいになります子宮頸がんは主に性的接触によるウイルスへの感染でかかります高い予防効果がある HPV ワクチンの接種を推進しようと宮崎市は力を入れています 8月末までで、えー、去年の同じ時期と比べて、2.5倍に増えてるので、まあ、今年度に入って急に伸びてて、勢いはついてきたなという感じですワクチン接種を行っているこちらのクリニックでも、接種件数は伸びています4月、5月のあたりは、1月で6件から8件。 ぐらいだったんですが、最近はあのキャッチアップ接種を中心に、えー、徐々に増えてきてまして、えー、月に約二十件弱あのの接種があります。国が推奨する子宮頸がんワクチンは二つの世代が接種対象です。無料でワクチンを接種できる小学六年から高校一年生。 もう一つの世代は17歳から26歳ワクチンの副反応が報道され接種への積極的な呼びかけが行われず接種の機会を逃していますこの世代はキャッチアップ接種として無料で接種できますこの日クリニックでは二人がキャッチアップ接種を受けましたやっぱ私たちの世代の人が打ってなくて 政府,に政府の方がちょっと推奨してるのでお母さんにも「打った方がいい」と言われて家に来ましたワクチンを打つ時はちょっと痛いんですけどそれをまあ我慢すれば自分の将来そのがんになる確率が低くなるっていうことを考えたら今頑張ろうと思えるのでなんかこれで防げるならいいなと思ってます。 無料接種の対象である小学6年生から高校1年生と接種を逃した世代の接種進捗率の平均は7.19%と10%に届かない低い状況ですただこれは今までに一度も接種したことがない人のデータですまだまだ接種が進まない状況に宮崎市では来月から大学でも集団接種を始めることにしました 17歳から26歳のキャッチアップ接種世代が対象です若い人たちやっぱり産婦人科とかクリニックに行くっていう機会が少ないと思うのであの身近で、えー、しかも周りの人たちも友達も受けるっていう環境の中で安心して受けられることが大きいかなと思ってますねやっぱり大学で集団接種するっていうことは 大学もやっぱり接種を推奨しているというメッセージにもなるので、えー、僕たちはその大学も安全性を確認して推奨しているワクチンですという啓発も込めて今回事業をやってます、ね、接種への積極的な呼びかけが行われなかった世代では感染率が高くなっているとされていますこのため医療者はさらなる接種の推進が必要だと訴えます 県産婦人科会,会、川越会長は、妊娠後に子宮けがんが発覚するという悲しい現実を目の当たりにしてきました妊娠継続ができなくなるというのも一つなんですけど、同時にまあ見つかって、子宮を取ったけども、それでもやっぱり命を失うという方も、僕らはです、ね、僕も産婦人科30年ぐらいしてきましたけども、数人見てきました、だからそういうふうにです、ね、皆さんもならないように、ぜひワクチンで防げるものは防いでいただきたいと思います。 接種を逃した世代のキャッチアップ接種宮崎大学では在学生を対象に11月21日と22日の2日間行われます一つはあの来年度いっぱいで今の無料接種が終わってしまうのでこの来年度を過ぎてしまうと自己負担がおよそ10万円かかってしまうそうするとますます皆さん打たなくなると思います 2つ目の理由としてこのワクチンはあのいつ打ってもいいっていうわけではなくて早早ければいいほど効果が高いこれだけ少子化って言われてる時代に30代までの女性が毎年1,000人子宮を摘出してしまっているというこの事実を私たちを重く受け止めなければいけないしそこを考えると本当にキャッチアップ世代の皆さんに対して。 最大で90%以上の子宮頸がんが予防できるこのワクチンをしっかり接種していくことが社会の責任だと思っています清山市長は、大事な時期にワクチン接種を逃した世代の命を守ることは、大人の責任と力を込めます。子宮頸がといいうのは、えー、マザーーキラーとも言われていて、えー、母親世代が いざ子育てやまた社会的に活躍している時に命を失われてしまうすごく怖い病気で一方で同時に確実に予防する手段があるのがワクチンですのでしっかりその正しい知識をまずは持ってもらって判断をしていただきたいと。そそしててての周辺にいる大大人人我々も含めて大人社会は責任を持って えー、女性の命を守るために行動をしてほしいと思っています。